試合開始早々高友選手に挑戦する選手が現れました。いいぞ、どんどん行けー。こんな素晴らしい絶景の中、副隊長であるあなたと戦えることを光栄に思う。武器のカード、なるほど、見慣れない武器ですね。これは楽しめそうだ。おっと、高友選手の武器はカード、これは珍しい。一体どのように扱うのか。今のところ目立ったところはないね。確か立場の副隊長を推薦したのはバカーサ隊長だったよね。バカーサ隊長は高一が異性を警戒しているからわざわざ男性を副隊長に推薦するなんて相当手だれだと思ってるんだけどな。なんかそこまで強くないわね。そうだね、まだ何もしてないというか、何もさせてもらえないというか、というか、むしろ思ったより強くないですね。それよりセーブしている感じですかね。セーブして相手に翻弄されているようでは大したことないってことなんですかね。お隣いいですか。あなたも見に来ていたんですね。バハートさん、司会お疲れ様です。いえいえ、シェイン副隊長に代理を大会前から頼まれていたので。そうなんですか。それで今は何をしているんですか。今試合しているユウスケ君を見に来たんですよ。何せ私の部隊の副隊長ですからね。調子はどうかなって。バハートさんの部下だったんですね。大丈夫なんですか。異性の人を側近に置いて。バハートさんってすごく魅力的な女性ですから、下心を持つ異性も多いでしょう。そうですね。だから私は人一倍異性には警戒してますよ。ですがユウスケ君は大丈夫なんですよ。信頼ですか。それとも特別な関係とか。ないない、信頼していても異性は少しの感情で裏切ることも知ってますし。異性への警戒心が強いですね。つまりよっぽどご主人のことが気に入っているってことですか。それではなぜ大丈夫と言い切れるんですか。だって彼、ゲイだもん。え？それに今見てたけどあれはわざとですね。彼、極度のド M ですから。え？そんな人を側近に置いたんですか。だって強くて、無害な男性って彼しかいませんでしたから。まさかまさかの一方的、ビーグリーダーって回すのでない？失望しましたよ。まさかこの程度だったなんて。もっとあなたには期待していたのに。残念です。それは私のセリフよ、子猫ちゃん。え、さっきまでの威力と違う。いい男だからちょっと味見してたけど思ったより薄味で残念だわ。もうバハちゃんからは大会では本性を出していいって言われてるし、もうこの仮面いらないわね。種も仕掛けもございません。ほら、あなたのアイコンが綺麗さっぱり。あの無口でクールな立花副隊長って、おかまだったよ。さーて、いっぱい薄味だったけどいいものもらったしお返ししなくちゃね。消えた。一体どこに。目の前にいるわよ。俺の武器が。これがイリュージョン、種も仕掛けもございません。ふざけるな。消えた。さあ、今宵あなたは私の奇跡を目の当たりにするのよ。さあ、私のラブレターを全部受け取って。空間エスパシを凍らす。なんだ、何が始まったんだ。アンコールはいかがかしら。すごすぎる。早い、攻撃態勢に入ってから早かった。綺麗な肌してますね。でしょ、普段から二人で化粧とかケアについて話してるし、むしろ私より詳しいくらいなんだから。ゲイとオカマとド M、すごい個性の持ち主が最後にいましたね。しかも、空間操作をかなり効率に扱ってるから、空間支配に最も近い空間操作ってところですね。勝負あり。立花選手の技を受け止める選手は結局最後までいなかった。第31リーグ通過者、立花祐介選手。白の思惑通り強かったわね。いろいろと。いじめないでくださいよ、せっか様。私もここまでは、予想してなかった。でもまあ、そうよね、副隊長だもんね、弱いわけないわよね。私より肌が綺麗だとは思っていたけど、私の今の化粧、彼が教えてくれたのよ。ケアもいろいろ陰で教えてもらったし。だから会議で優しかったのか。バハート隊長が男性を副隊長にさせる時点で訳ありって大体見当がつくと思うのだけど。わかんないわよ。話してみると楽しいわよ。最近彼氏投資について悩んでるみたいだし。鈴鹿、というか私より鈴鹿。そうなんですね。なら今度話しかけてみますね。あなたとは相性良さそうね。彼ド M だから。どういう理屈ですか。イアン副隊長ってド S じゃないの。違いますよ、職務柄拷問をやってるだけで割と普通ですからね。驚いたな、無口だと思ってたけど。いや、もしかするとバハート隊長が隠してたのかも、だから仮面とかつけてたのか。とりあえず気を取り直そう、次で最後のリーグだしね。さあ、次で最後のリーグとなります。4日間の予選、全32リーグ、その最後のリーグが今、行われます。第32リーグのリーグリーダーはハゲタ、クナエ。もはや願望みたいな名前ですが、そんな願いもきっと叶うと信じてこのリーグも頑張ってもらいたいところ。
それは全世界が激怒です。なんとか一色をハゲた選手の残り少ない髪を毛根からの自殺兵器、ハゲた選手がダウン。ちなみに医師に問い合わせたところ、もう髪の毛は返ってこないとのこと。これはもう全米超えて世界が泣きますよ。そして最終的に残ったのは、最初から最後まで地道に頑張っていたリリン選手が勝利となりました。正直このリーグは誰が勝っても興味ないかな。だって初戦発行だし。さあこれ見て、 WCGT の全予選が終了し、今ここに32名の猛者が集まりました。今思えば今年の予選は波乱万丈でした。そして何より前年度よりはるかにレベルが高い。これは本戦を前年度とは比べ物にならないほどの高レベルの戦いが初戦から見られそうです。そして今年度は世界ゼロの復興応援ということで、初の世界中継となります。この大会の強き選手がこの地球全土に流れ渡るのです。1回戦からリアル中継、規模も世界規模です。本戦は明後日から、全世界の皆様、今年度の世界の挑戦が決まります。ぜひ目に焼き付けてください。これにて WCGT 予選の全行程を終了します。お疲れ様でした。よし、かな、ジェルが来る前にオーラの馴染ませておこう。そうだね、みんなが予選見に行っている間に私たちは伝えないとね。かなもすっごいやる気だね。当然、だって今成長してるって実感できるんだもん。それに勝ち上がってソフィアちゃんに勝たないと。ほざけほざけ、誰が来ても私は絶対に負けないもんね。ソフィアは本当にやりにくいし、一発がすごく重たいからね、一番大会で当たりたくないかも。絶対ソフィアちゃんを倒してやる。あ、いたいた、もうみんな揃ってるね。ねえねえ、主様、ちょっとここに来る途中で伝言を頼まれたんだけどいいかな。伝言、ここに来る途中ってことは、ビガドルエデン内にいる誰かからだよね。うん、そうなの。なんとね、ミール様なんだよ。もうすっごくびっくりしちゃって、わざわざサインお願いしちゃったくらい、もう一生の宝物だよ。てるてる、ミールちゃんより立場上の人と今会話してるの自覚ある？あるけど、なんか主様ってそんな感じじゃないんだよね。まったく。それでミールから伝言って何？それはね、ミガドルエデンにお越しください。だって、ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから、見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。